いよいよ明日明後日と APEC の会議が開かれる、そこに向かって出かける野田総理に対して、ここでの TPP の交渉参加については、表明するなということをしっかり言いですね、そして TPP に参加することによって農業への影響が大変大きく出てくるということでの話をいたしました。特にこの間全国的に見ても反対あるいは慎重にということでの決議が44道府県で上がってきているという問題、それから北海道、私の地元の北海道で言いますと、北海道を挙げての大集会やったわけですけれども、179自治体の中で176自治体が反対もしくは慎重にということでの決議を挙げてきているわけです。でこういう大きな打撃を受けるということに対しての対策ということでも、どういう対策を取ろうとしているのかということも本当に満足のいくような答弁というのは何らなかったというふうに思いました。でそういう中で今非常にこの終わった後にまた会議を開いて態度を決めるということなんですけれども、いよいよもっとですね、今日の会議なんかも通じても参加する根拠っていうのはますますなくなったということを感じています。この後の対応を見守りながら、この後また皆さんと運動を強めていきたいと思います。ありがとうございました。日本共産党の上智子でございます。 APEC に参加をされる野田総理に伺います。 TPP の参加交渉について44道府県で今反対慎重の意見が上がっています。で国民の世論も8割9割が説明されていないと感じているわけです。与党の一角である国民新党の亀井代表はこれ反対と言っております。民主党の中では慎重にという人が多数を占めているにもかかわらず、あなたは APEC で参加交渉参加を表明するおつもりなんでしょうか。これまで国民の皆さんの意見をよく聞いて十分な議論を踏まえてとおっしゃっておられたわけで、十分な議論はできていない、そして理解もできていない、こういう中で到底参加をするなと言えないと思います。これはもし言うことになれば絶対に許されないと、私は参加を言うべきではないと思いますけども、いかがでしょうか。野田内閣総理大臣。上院のご意見はそういうご意見であることはよく分かりました。あるいはまた地方議会からもそういう意見書が出てきていること、各種団体からもいろんなご要請が出てきています。で党内でも活発なご議論をいただいて、昨日ご提供いただいたご提言の中には慎重、時期尚早、あるいは推進で前者の方が多かったということによって、慎重な対応を求めるということでございました。そういう諸々のご意見なども踏まえながら最終的な判断をしていきたいというふうに思います。はい、神さん、はい、TPP に参加をするということはですね、すべての農林水産物の関税ゼロ、それを原則とするものです。で農水省の試算とシミュレーションでも関税ゼロになると食料自給率 13% にまで下落をすると。で日本の米は9割が輸入米に置き換わり、日本の国土面積の1割に及ぶ146万ヘクタールもの耕作放棄地を生むことになると。これ146万ヘクタールって言いますと、東京都、大阪府、神奈川県、埼玉県、千葉県の総面積に匹敵するものです。でさらに米の生産の減少で農村の半分の農家が離農に追い込まれることになるわけです。で私の出身地であります北海道ですけれども、ここは日本の中でも最も大規模で専業農家が多いわけです。で日本の食料自給率の半分になっている、この北海道がですね、TPP で深刻な危機に追い込まれると言って、先日も北海道を挙げた集会を行いました。道内179自治体の中で176自治体が反対もしくは慎重の意見書を挙げているわけです。で北海道庁の試算ですと、農業産出額で5563億円減少すると。で関連産業では5215億円の打撃を受け、地域経済は9859億円の打撃を受ける。そして、合わせてですね、その影響は2兆637億円に上るということになります。
米は9割削減、1130億円の生産減、小麦は418億円の減で1万1000戸の農家が離農すると。そして酪農はですね、生産が大幅減少で2536億円の生産減、これによって6000戸の酪農家が離農に追い込まれるということが示されているわけです。だからこそですね、先日11月5日ですけれども、集会の宣言では、TPP は北海道の一次産業や地域経済、社会に計り知れない影響を与える、影響について十分な情報提供を行い、農林水産業者、商工業者、医療関係者、消費者などしっかり意見を聞いた上で、国民的議論を行うべきであり、TPP 交渉への参加を拙速に判断してはならないとしているわけです。あなたはこうした声に答えるべきではありませんか。野田内閣総理大臣。そういう声が北海道から上がったということは承知をさせていただきました。でその上で、要はアジア太平洋地域の成長力を取り込んでいくことのプラス、それと農業の再生と第一次産業との影響とのバランス、そういうものも含めて総合的な観点をから判断をさせていただきたいというふうに思います。上智子さん。アジア太平洋の成長を取り込むというんだけれども、これはもうすでに何度も議論になってですね、それはできないということが明らかになっているわけですよ。それでこの間もですね、たびたび両立できるようにやっていくんだという話がありました。しかしですね、私は2007年に当時日本とオーストラリアが関税撤廃の問題をめぐって議論になったときに出している農水省のこの文書があります。それでその場合に関税撤廃した場合に国内の対策をね、いろいろ取った場合にどうかということを書いた上でですね、そこで結論として出しているのは、いろいろその対策を講じても、巨額を投じて1、2のような措置を講じても国内農業等の生産縮小、食料自給率の低下とは避けられないと、いろいろ対策を取っても避けられないということをすでにですね、2007年の段階で農水省が出しているわけですよ。そしてですね、いろいろとその効率化っていうことも言ってるんですけれども、万全を尽くしてやるってこともこの間、野田総理言われました。しかし、今、その農水省としてね、農水省も含めて再生実現会議っていうところで、この間の議論の中でも出してますけれども、この基本方針行動計画、これ私、読ませていただきましたけれども、これ読みますとですね、結局、要になっているのは、規模拡大、そして集約ですよ、農地の集約と。ここを中心にしながら、いろいろ戦略作ってやるってことなんですけども、結局この中身っていうのは、多くの農家を、これやっぱり切り捨てていく方向なんですね。今、平均で2ヘクタールの農家の面積を20から30にしていくっていうことは、137万この米農家で言いますとね、これは9割の農家が切り捨てられていくことになるんですよ。こんなことやったら地域がですね、崩壊してしまうと。しかもですね、これ国際競争に負けない農業って言うんですけども、規模を拡大しても日本の何倍も広大な面積のアメリカやオーストラリアとどうやって勝負するのかってことは書いてないですよね。アメリカが100倍、オーストラリア1500倍って言ってるわけですから、そういうことも書いてないと。しかも私本当にこれひどいなと思ったのは、この中に畜産酪農入ってないんですよ。一体どうするのかと。これについて対策があるんですか。可能農水大臣。北海道の畜産酪農というのは、まさしく我が国のこの食料供給に大きな役割を果たしていただいておりますが、実はこの北海道の畜産酪農はすでにもうヨーロッパ並びの波のこの経営規模を確立しておられるということはご承知のとおりであります。ゆえにこれからはまさしく地方の経営を安定させるためには、6次産業化等々生産物に付加価値をつけてですね、そしてまた輸出戦略というふうなものも見直したりというようなことの中で、これから具体的な食と農林水産業の再生基本計画に基づいて取り組んでいきたいと思っております。上智子さん。具体的な中身全然わからないんですよ、今の話で言いますと。それでですね、
北海道の道東地域は酪農畜産の地域なわけですけれども、バターやチーズなどの加工用の原料乳のほぼ全量がですね、これ外国産に置き換わるんですよ。そして行き場を失う牛乳は飲用牛としてこれ都府県に流れるわけですよ。そうすると都府県の飲用乳はこれプレミアム牛乳、これを除いて消滅してしまいかねないという問題がある。で、牛肉はですね、生産量の 75% が外国産に置き換わる。で、民主党のですね、自給率引き上げのための切り札としてきたこれ小麦、これについてはですね、壊滅状態ですよ。そして砂糖の原料作物であるサトウキビ、てんさい、それからでんぷんの原料作物であるジャガイモ、サツマイモはこれは 100% 輸入に置き換わると、これ農水省のシミュレーションですよね。そういうことが示されているわけです。そうなると北海道の畑作っていうのはこれ臨作大抵でやってきましたから、これもう完全に破綻します。それから北海道だけじゃなくて沖縄、鹿児島の生産も壊滅すると、地域の経済は成り立たなくなるということですよ。こういう不安に総理はですね、絶対そうならないと、必ず回避できるんだということを言えますか。はい、吉井大臣。経済連携ごとに私どもは考えていくということを申し上げているわけでありまして、まだ TPP については総理のおっしゃる通りに、どういうふうな動きをするか決めておりません。そういう中で、新たな財源という措置も場合によっては講じていかなきゃならないと思っております。はい、総理大臣。砂糖の原料作物であるてんさいは北海道のあのご指摘のとおり輪作に欠くことのできない作物であります。またサトウキビは、台風の常襲世帯である地帯である鹿児島県とか沖縄県における基幹作物であります。また干渉は、また保水性の乏しい火山灰土壌の南九州の代替可能な作物であります。で、それぞれ品質格差がなくて海外産品に置き換わりやすい特徴を有しているというのが実情だというふうに思いますので、TPP にこれ入るとか入らないとか関係なくですね、これらについてはまさに今加藤大臣の下で食と農林再生の漁業本部でまさに基本方針と行動計画を作りましたけれども、これらによって体質の強化であるとかですね、6次産業化であるとかですね、等々のまさに高いレベルの経済連携と農林漁協の再生が両立をできるように努力をしていきたいというふうに思います。はい、上京子さん、時間来ております。全く説明になってないです。誰も納得できません。やっぱり参加はできないということははっきりおっしゃるべきだし、私はもう何よりもですね、今被災して苦しんでいる皆さんがどれだけ懸命になって復興のために頑張っているかと、そのことを潰すようなこの TPP 参加は断固として、参加しないということを言っていただきたいことを申し上げまして質問を終わります。